女宝山は日光市の北側、南大山の北東約 7km 地点にある、標高 2483m の清掃火山である、日光三山,山の一つ、日本200名山の一つ。かつては旧日光市と旧栗山村の境とされた山で、女房山、女大山とも呼ばれる。いわゆる日光氷連山の東に位置し、日本国内では、 女宝山より東に、これより高い地点はない。山頂には二等三角点、女宝山が設置されている。女宝、赤薙山を南東上空から35万年前頃から噴火を始め、平均して1万年に1回の割合で噴火を繰り返したが、8万6千年前を最後に噴火を停止し、解析が進んだため山頂は鋭くなり、 日光連山の中で最も尖った外観となっている。侵食によりえぐられた山頂の河口は約3キロメートルほどの馬蹄が倒しており、その西の峰が女宝山、東の峰が赤蘭山と呼ばれ、西の大尺山とも日光三県の一つ、県が峰とされる野せ尾根でつながっている。河口壁は今も崩壊を続けており、数百メートルの絶壁が見られる。 日光三山の一つである、女宝山は、山岳信仰でも知られ、修験道の修行である、日光三山家家の一番山とされる。南大山の祭人が、大国主神であるのに対して、女宝山の山頂には、滝のお神社の奥社女宝山の神社があり、大国主名の日の一人、田心姫命を祀る。女宝、赤蘭山南大山大学山小学山太郎さん、 中禅事故日光白根山御岳尿宝、赤薙火山と日光地域の地形図名称の付けてある、山はすべて火山である、登山道には、日光市内から、黒岩の塔、唐沢小屋を経由する長い尾根をたどるもの、霧降り高原から、天空回廊と呼ばれる1445段の階段を上り赤薙山を経由するもの、小間名古山との間の富士見峠から、大石山を経由するものの3本がある。 その中では、山岳信仰が盛んだった頃の主験者の道である、日光二良山の神社からの道が主だが、道程の標高差が1800メートルもあり、登頂まで6時間を要する。長い尾根沿いの登山道は、登山愛好家の間で女法のバカ尾根と呼ばれ、親しまれている。最近は、霧降り高原から登る人も多く、こちらは、約5時間40分を要する。なお、以前は、 霧降り高原から赤城山へはリフトが利用できたが、2010年に全て廃止されている。山頂からは、日光連山、合津、越後、那須、筑波山、富士山などの山々を展望できる。山頂の南東側にある、雲流渓谷は、稲荷川の源泉をなしており、深い谷に七の滝をはじめとする多くの滝をかけており、冬場の氷瀑登りで知られる。 ABCDEFGHIJ 女宝山不明の軽飛行機発見日光34人とも遺体で朝日新聞1978年8月18日長官13番23面。ありがとうございます